いなくなっちゃった。あ、タケルさんだ。カスミ見てないですか？どうしたの？慌てて。ヤシロはどうしたの？探してるんですよ。うん。振られたの？そんなんじゃないんですけど。そなたの分を取りに行っているのではないのか？いなかった。これはもう決まりだね。何？愛想つかされたんだ。お前らが何知ってんだよ。じゃあ何かとんでもないことした？差し出がましいようだが、今の間は気になるな。破局。ちょっと白がね。いや、そういうんではないんですが、知ってしまったんだ。そう、秘密をな。それがかすみを傷つけた。で、本当にどうしたのだ？あんたらには言えないんですよ。かすみは見てないんですね。いないの？うん。見た？ううん。ケイさんは？見てない。うん。なんだか、ヤシロさんいないと寂しいね。取っ手付けたみたいにほんまかいな。全然お前ら触れてなかったやないか、ヤシロさんのこと。そうだな。取っ手付けたやつら、こいつらほんま。あの子、結構面白かったよね。うん、意外と気が強い。理由は聞かないけど、どうにかしてあげなさいよ。なんだ、何か言いたそうだな。いや、いたらいたでお前らの上にの視線にさらされるんじゃねえかと思ってな。やめてよ、人聞きの悪い。みんながかすみのことどう思っていたか俺には分かんないだけど、それがかすみには見えていたことは確かだ。そうだよね、全部読めちゃうもんね。とにかく早く探しに行ったらどうだ。そうだよ。そう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 。帰っていません、うささん。うささんは返事をしてくれない。あ、そうそう、読めちゃうんだ、近づいてきたら。そら捕まえられへんわ。あ、戻ってこいよ、逆にメッセージで伝えちゃう。でもその面影が重なるって、まあ、スミカを読み取って知ってる以外の何かがあるんかな。俺思い出したんだ、スミカとのこと。理屈わかんないけど、元の世界であいつを見た瞬間、いろんな記憶が急に蘇ってきたんだ。でもそれまで俺の頭の中にそんな記憶なかったと思う。イエスビアス現代思考イメージで捉えられてたけど、それって俺が考えてないものは捉えられないってことだろう。こっち来て前の世界の記憶がなくなってたのにそれを知ってたってこと？西村ドルがそんな、4万ポイントいった。4万西村ドル、うん、ということは、お前はどうやって住みかの？そうだね、忘れてる記憶まで捉えるってすごい能力だ。かすみのことを考えると、すみかが思い浮かぶのはなぜだ、なぜだ。たけるちゃんにはわからない。すべてが偶然や思い過ごしだとはとても思えないんだ。頼むよ、かすみ。2001年12月3日、月曜日。あ、帰ってきた。
かすみ戻ってきてくれたのか、ありがとう。戻ってきてくれてありがとう。届いていました。何が届いていた？俺の思い？ああ、でも怖かったです。ああ、怖いのは嫌です。ああ、今俺が何を考えているか見えるか？はい。そうか、うん、今はいい。ごめんなさい。謝るのはこっちだ。すまなかった。分かっています。ありがとう。どういたしまして。昨日はどこにいた？いろいろです。いろいろですってなんだよ。いろいろですってなんだ。ちゃんと言え、ちゃんと言いなさい。かくれんぼ知りません。かくれんぼは一人じゃできないんだから、かすみが知ってるわけないじゃないか、バカ。俺のバカ。そうか、でもすごいよ、全然見つけられなかった。ごめんなさい。いいんだ、お腹空かないか？もうすぐお昼です。嘘だろ。散々探し回って部屋に戻って落ちちまったんだな。そうです、実験のやっぱあれなんだ、疲れてんのは。もうあの読めることがバレてるからなるほどな。はい。飯食ったか？まだです。じゃあ一緒に食おうか。はい。なるほど、ちょっと外れた昼過ぎの昼下がりに。休みなのは私たちだけです。みんな訓練してんのか。今日は俺が持ってきてやろう。あ、な、もうお前に任したらあの合成サバ定食しか持ってこいへんから、うん、どうして優しいんですか？普段優しくないみたいな言い方をするな。今だけだよ。今だけなんかよ。はい。人を傷つけたと思ったら謝る。お詫びになるんだったら何でもしてあげたいと思う。ね、俺に言われたくないかもしらんけども。よくわかりません。そういうもんなんです。うん、でも、柄じゃないから長続きはしない。今だけ。自分勝手な思い込みかもしれないけれど、俺にはこういうやり方しかできない。はい。お詫びの、お詫びの印、何そのご飯取ってくんの、お詫びの印っていうの、たける。よくわかりません。押し付けがましいにも程があるな。はい。相も変わらず合成サバ味噌定食じゃないか。マジで何なんだこれ、何なんだよ。いただきます。それはやめようか、自分で食べな。嫌ですか？嫌じゃないけど、それはいいんだ。ね、無関係ではないんでしょうけど、でも二人は一緒じゃない。スミカが好きとか言うてるで、誰のことが好きなんかはっきりせえへんかってはずやねんけども、あのスミカ完全にこのあれなんだな、ヒロイン枠になってんねや、このオルタネイティブでは。でも、え、そうだっけ、なんか、まあいいや。
結構いろいろ結ばれてたけどな。おや、かすみちゃん。いろんなやつと結ばれながらもスミカのことが一番好きとか言うね。もうクソ人間ですね、タケル。おばちゃんにはさすがに行かないか、タケル。なんだ、二つもトレー持ってったと思ったら、一つはかすみちゃんの分かい。うん、二つも食えないよ。最近よく二人でいるらしいじゃないか。何かあったのかい？そりゃあんた、年頃の男女がいつも二人でいりゃねえ。ま、いつも優子ちゃんと一緒なのが奇妙だったのさ。親子じゃあるまいしさ。親子じゃありません。これが本来あるべき姿ってことだよね。ところで今日は招待のみんなとは別行動かい？特殊任務を受けてますからね。うん。あ、そう、休みなのかい？何か予定はないのかい？まさか彼女連れで自主訓練もないだろうに。今日は久しぶりに暖かいよ。散歩したり屋上に上がって景色眺めるのもいいかもしれないね。じゃあね、頑張るんだよ。どうする？散歩します、うん、外にあんま出たことないんか、うん、うん、そうだよね、そんなゆとりはなかった。なるほど。よし、よし。デート？うは、うは。そうか、読まれるんや、すべて。似たようなもんだ。ちょっと無理やな。こんだけ思考を読まれたら、こんだけ思考を読まれたら、多分シュト君とかやばいやろうな。どうせ遊ぶんならあやとりしようぜ。あやとり？ああ、なんかあやとりをしようみたいな、なんかそんな話しとったな、前の一周目の時に。屋上な。渋谷でもなんかあやとりちょっと出てきたな。なんなんやろ。なんであやとりなんやろ。なんかネタあんのかな、あやとりを何かしてた。これがこうなって、はい、ビヨン。失敗ってこと？うん、感情を出し始めたかすみ。
丈夫です。元の世界に戻るときはって何を。霞はもう会わないでしょう。はい、霞にしかできないんだからさ。センスないです。あ、あははは、センスないです。なんだと？なんだと？ここからどうするんですか？ちょっと待て、こうだ、こうだ、よし、最後にこうだ。あ、やるじゃない。うれしい。どうだ、うれしいだろうな。感動してる。そうかそうか、言葉もないか。はい、よし、今度は最初から自分で全部やってみ。どうした？崩すのがもったいない。ここも来るんだ、裏山。でも町が町がないからな、ここ来たってな。廃墟じゃないか。運動不足ですね、かすみさん。3倍。イメージ送ったんや。してません。してません。海だ。海見たことないんだ。霞市はソビエト生まれなのかね。じゃあソビエト生まれ、ソビエト育ちなの。めっちゃ日本語うまいけど、日本語うまいし名前が日本名やけど。あれが本当の海。歩く機密ってやばいな。まあ確かにな。ごめんな。いえ、はい。俺さ、こっからの眺めが好きなんだ。はい。元の世界の話だけど、ここは学園の問題児や恋に悩める者たちが自然に集まる場所だったんだ。はい。だからこの場所はいろんな人のいろんな思いがこもってんだ。もちろん俺の思いも。名屋を選んだ時のこれは これな。はい。だから元の世界とは多少変わっちまってるけど、こっから見える景色好きなんだ。ここ知らなかった？外あまり出ないですから。言いたいことありますよね。うん、言ってください。元の世界に戻れて嬉しかった。思い出したんだ、いろいろ。きっと俺は世界を移動するたびになぜか分かんないけど、記憶をばらまいちまってんだと思う。元の世界にもう一人の俺がいたり、訓練の結果が体に残っていたり、どうしてああなるのか見当もつかない。前のこの世界からシフトした時にもいろんな記憶が抜け落ちたはずだ。
同じような場面に遭遇しない限りそれを忘れていることにすら気づかないだろう。でもたまたま偶然なのか、それとも俺が引き寄せたのか、スミカの姿を見た瞬間、元の世界で経験したはずのあいつとの記憶が蘇った。このシーン良かったね。このシーンね、あれが俺の記憶だという確信はない。でも俺はスミカをこの手で確かに抱きしめて、幼馴染に対するのとは違う気持ちで見つめていた。お互いへの接し方は相変わらずだったけど、あいつの体が結構華奢だってことを思い出した。やっぱ抱きしめてたんだな。このシーン、このシーンどうだっけな。 その時だっけ。これそれだけじゃない。あいつの唇の柔らかさを、肌の滑らかさを、そして体のぬくもりも全部思い出したんだ。元の世界の横先生に言われて、願いがあるならそれが実現すると強く思いなさい、それを実現するために行動しなさいってね。お前は自分の意思で世界を変えてしまう存在かもしれないんだから、責任の大きさを自覚しろ、そうも言われた。かすみは何がしたいんだ。何がしたい。そうだ、ベータの思考を読んで。そうじゃない、誰かに決められたことじゃなくて自分のやりたいことだよ。俺はこの世界を救って元の世界に帰る。とりあえず今のところの目標だ。帰る。俺にしかできないこと、やるべきことを全部果たしたら、そうするつもりだ。最近は帰ること自体をほとんど諦めてたし、この世界を救いたいって気持ちはもともとあった。実験が始まった時は、一度でも元の世界に戻ったら決心が揺らぐんじゃないかって不安になったけど、元の世界に戻れたことで逆にこの世界を救いたいって気持ちが強くなった。タイのみんなやこの世界に生きる人たちを放ってはいけない。だけど俺の世界はここじゃないんだ。しょうがないくらい慌て者でうるさくて乱暴なやつだけど、この世界にはあいつがいない。ずっと近くにいたやつがいないのはやっぱり寂しいみたいでさ、あの記憶を思い出した以上、スミカが隣にいないのはダメなんだ。他のみんなはいるけど、あいつだけいないから、スミカが隣にいないのは辛いんだ。この世界は俺にはちょっと物足りないんだよな。スミカが隣にいないのは悲しいんだ。ずっと一緒だったんですか。そう、ガキの頃から、最初の遊び相手で、最初の喧嘩相手で、そんでもって最初の相手だった。最初の相手だったんだ。大切なんですね。そうなんだ、最初の相手だった。そこにいて当たり前と感じてたやつがいないと、すごく大事なものを忘れてしまったような物足りない気分になった。前のこの世界に来てからこっち、あいつとのことを忘れてた俺が言うのもなんだけどさ、でも今はもうダメだ。こうしててもいろいろと思い出すんだよ。ガキの頃の約束とか、あいつにその気持ちを伝えた時のこと。思い出。ああ、最近のあれが夢じゃないって分かったらなおさらいろいろとな。思い出。どうした。どんな感じですか。思い出、知らないです。教えてください。な、どうして言ってくれなかったんだ。え、一言教えてくれればもっともっといろんなこと教えてやれたのに。ここから離れたら私いなくなります。わからなくなるの怖い。守らないとなくしてしまう。思い出の分だけ辛さや悲しさが増えることもある。でも一番辛いのは思い出がないことなんだ。思い出は思い出を生む。たとえそれが辛い思い出だとしても先に繋がっていくんだ。でもそこに何もなければ何も生まれない。軍事機密ですから。そうだよな、お前にはすごく重要な役目があるんだもんな。それにみんな私を怖がっています。怖い。誰が。
私に遺伝子を提供した人たちも、私を作った人たちも。遺伝子提供って親みたいなもんだろうに。私の能力を知っている人たちはみんな私を怖がっています。私の姉妹たちも。姉妹たちってオルタネイティブ3でか。はい、暗くて嫌なイメージと色が見えるんです。ボス君おやすみ。だから昨日俺から逃げたのか。俺に怖がられると思って。でもそれが怖いという意味だと知ったのはここに来てからです。それって優子先生もか。違います。あの人の中にあるのは興味があるかないかだけですから。それもすごいな。興味があるかないかしかない。とんでもない人間やな。不思議です。何が。あなたは私のことを知っても怖がっていませんね。うん。なぜですか。理屈じゃないんだ。理屈じゃない。強いて言えば俺自身が怖がられるような存在だからかな。特殊な能力。霞は俺が怖いか。いいえ。じゃあそれと同じだ。俺は昨日霞に帰ってきてほしくてずっと待ってたんだぞ。知っています。逃げちまったけどな。でも避けられてるのが露骨にわかるとさ、俺だってさすがに落ち込むんだぜ。霞だって避けられたら嫌だろ。はい。自分がやられた嫌なことはやらないようにしないとな。お前を怖がった奴らはきっと心にやましいところがあったんだよ。それを見抜かれるのが嫌だったんだ、きっと。って思って許してやれ。あなたはどうして平気なんですか。単純なんだろ。単純。本当に思ってることを悟られたんなら仕方ないことだし、誤解されたんならそれを解けばいい。心が見えるんならその気持ちは伝わんだろ。俺はどうだ、普段からさ。いつも見てるわけじゃありません。そうなのか。話すより見ることが楽だなんて思わないでください。ああ、しんどいんだな、それはそれで。そうか、そんなことも知らないんだよ、ごめんよ。いいんです。あなたは楽しいです。バカにしてません。ブッダ、ひどいです。ブッダの？なんでブッダの？仲直り？なんでブッダ？あやとりしたこと忘れんな。ぶたれたこと忘れんな。なんだ？ぶつ必要ないだろ、別に。仲直りしたこと忘れんな。楽しいことも悲しいことも全部忘れんな。それが思い出になってくんだ。思い出。どうだ、思い出どんなものか分かったか。はい。ほんまかいな。それからな、かすみはもっとわがまま言っていいと思うぜ。先生にもっと休みよこせって言ってみ。な、言ってみな。思い出これからたくさん作らないといけないだろう。な。はい。日も落ちてかなり冷えてきたな。そろそろ戻ろう。私。ん？この景色ずっと忘れません。そうか。この景色を見ながらお話ししたことはもっと忘れません。俺も忘れないよ。それが思い出だ。私には私の思い出があるんですね。ああ。あれ？なんかあれだね。この子たちとあんまり絡まないな。
おお、見事、お疲れ。酒食ってたぞ。それはいいんだけどさ、かすみさん。うん。自分で食べてるね。一人じゃ飯も食えないやつだって言われてんぞ。それはどっちかっていうと昨日までのあなたでしょ。あーな、あん。大体どう考えたって今のケイさんのセリフはタケルに言ったんじゃないか。しかし不謹慎ではあるが、この結末にはいささか物足りなさも感じてしまうな。なんでだよ。そうだね、雨降って地固まる。えい。何やねんお前。俗っぽい邪念に満ちた奴らほっといて、ご飯を食べよう。なんですって。はい。飯取ってこいよ。ほら、混んできたぞ。俗物が。黙れ、俗物が。白金。はい、はい、すいません、すいません。マリモチャース。神宮寺教官。今、何か聞こえた気がする。神宮寺教官。光月博士がお呼びだ。食事が終わり次第執務室へ出頭せよ。はい、了解。食事が終わり次第光月博士の執務室に出頭いたします。よろしい、では食事を続けろ。は、元の世界にもう一人の自分がいた。そうなんですよ。あれ何なんすかね。そう、伝えの忘れてましたけど。まあいいわ。まあまあいいわじゃねえだろ。危うく元の世界に俺と会いそうになって会わなくて済んだんすけど、それを覚えてる。複雑にもう少しちゃんと説明してもらえる。ねじれてるね。なかなか。俺が元の世界にいた時に探していた靴が誰かに投げ返されて出てきたことがあったんですけど、それは俺が投げ返したんです。鉢合わせしそうな状況を回避するために。それで状況も何もかも全く同じなんですよ。違ったのは俺が投げ返したことだけでした。先生は元の世界に干渉するなって言いましたね。これってまずいですかね。それによって何かが変わってしまった場合、数式が手に入らないってこともあるんじゃないのか。そんなことになったら元も子もない。そうね、聞く限りでは大丈夫なんじゃない。そうっすか。それを白金が覚えていたというなら、元の世界にあんたが行くこと自体がすでに元の世界の確率分岐に含まれている確定した事象だったってことだからね。スミカとの会話、でもあれはもしかしたら会ったことなんかもしれないな。じゃあそう、元の世界の知らないところでね、スミカがそういう経験してたかどうかは分かんない。それにしても今までは元の世界の自分とはちゃんと一体化してたのに、どういうことなんですかね。それを知りたいのは私の方。私だって答えを知ってるわけじゃないのよ。そうですよね。前にも説明したけど、この実験のやり方に問題があったのかもしれないね。この実験のやり方の問題ってなんだろう。元の世界に突き刺すって言ってたやつ。誤解覚悟で分かりやすく言えば、前回の実験の時は装置の完成度の低さを出力の大きさでごまかしたから、それが原因かも。なるほど。白金と社の絆以外で前回の実験とそれ以前の大きな差は出力よ。それによって元の世界そのものに記録されているあんたの情報が差し込まれた別の確率世界、つまりこの世界の断片に収束し実体化したというところかしら。元の世界の時空に記録されている俺の情報。白金がシフトする理由の仮説って覚えてる？安定する感じね。欠落したらそれを取り戻せみたいな、そういうやつね。少なくとも2度あんたが選ばれてやり取りされているんだから、その世界が白金の情報を記録している可能性は高いでし
まあ、あんただけじゃなく、すべての確立世界にはそこに存在するありとあらゆるものの情報が記録されてると考えるのが自然でしょうね。出力が高ければじゃあ誰でもシフトできるってこと？はあ？音の世界にもよく先生いるわけだし、時空そのものが先生の情報を記録してるなら。バカね。あんたの言う元の世界の明確な観測イメージを持っているのはこの世界であんただけでしょ。無限に存在するであろう世界の中から元の世界を選択してシフトできるのはあんたがそのイメージを持ってるからなのよ。あ、なんか気づいた。何？世界そのものが持っている記録、意外に的を射てるかも。何がすか？あんたさっき元の世界で鏡澄香の姿を見た瞬間、彼女との記憶を取り戻したって言ってたわね。はい。白金の複数化と失った記憶が蘇った現象は原理が同じなんじゃないかしら。ん？今のあんたは元の世界の記憶も前のこの世界の記憶も完全じゃないということは、世界観をシフトする際何らかの理由で記憶情報が欠落してしまうということ。はあ。欠落した記憶情報はシフト前の世界に残るのか、虚数空間に飛散してしまうのか、いずれにせよそれが蘇ったのは事実。虚数空間。今回のケースで記憶回収のトリガーになっているのは元の世界の鏡澄香ね。安定を望む世界の影響、それに白金の無意識化の意思、どれも無関係ではなさそうね。無意識下にある何らかのイメージや意思がより強く影響する。まあとにかく実体化という現象にも段階があるということね。そこまでは私も予測できなかったわ。やっぱり実験は大切よね。うん、ちょっと待ってくださいね。俺はどうしたらいいんですか？何も。いや、その元の世界にもう一人俺がいるんだったら向こうに帰る場所ないじゃないですか。現状ではその通りね。はあんた、この世界を救うのが目的だったんじゃないの？まあ、それは別にいいんですけど、元の世界に帰れるのにね。乱暴な言い方だけど、元の世界で長時間の実体化に成功したことには変わりないわ。出力の調整と装置の改良をした上で実験は継続する。いいわね。それはまあ分かってます。だけど元の世界での俺の存在を融合させる方法はないんでしょうかね。そうね。結局白金の観測イメージ、いえ意志の力が大きいと思うわ。意志の力で融合できるかもしれないってことですか？気休めに聞こえるかもしれないけど、意志をもっと強く持つことが必要なんだと思うわ。強い弱い分かりますけど、強いともっと強いってね。何か共通の認識に意志を集中させてみたら。共通とは？元の世界の自分が強く認識している何かとあなたの意志を同調させるのよ。それはもちろん元の世界に帰りたいというような大雑把なものではないはずよね。じゃあ何かしら。今答えを出す必要はないわ。次の実験まで最低2日はある。装置の改良を含めればもう少しかかるかも。仮にその時うまくいかなかったとしても、この世界を救った後でこの問題にじっくり取り組むこともできるでしょ。とりあえずオルタネイティブ5の発動阻止のためにやってて、その、いやでもゆっくりしてたらさ、向こうでいろいろ進んでいくじゃん。あ、でもなんか時間を自由に選んで帰ればいいのかな。まったく、いちいち落ち込んでたらやっていけないって言わなかった？すいません。
じゃ、早速装置の改良にかかるから、あんたは部屋に戻って寝なさい。あっす、あっす。2001年12月4日火曜日。エピソード6。あれ、タケルさん。暴食の外科医。新しいエピソード入ってきた。なるほど。なるほど。もう早く話展開してくれ。もうちょっと頑張る。もう今何時ですか。ああ頑張ろう。全然頑張ろう。どうした？もうあの特殊任務終わったんです。火山活動の活発化に伴い、昨夜未明、帝国陸軍災害派遣部隊による不法機関車の救出作戦が行われました。現場では大きな混乱もなく、14名全員が無事に保護されたと。ババア保護できた。を含む中部地方は大種危険地域に指定されており、民間人の居住は許可されていません。しかし確認されているだけでも帰還を強行した元住民が。再三の避難勧告にも応じない不法機関車の扱いに関し、内務省の一部からは放置やむなしとする意見も上がりましたが、帝国議会は国民の生命財産の保護を第一とする立場をあくまで貫くべしとこれに応じず。なんだ、そなた嬉しそうだな。あ、これで結構いろいろ回避ができ、ラッカー素子もあったし、戦術機もね新しいなってるし、この00ユニットよく分からんけど、この数式は言葉です。なんだニヤニヤしおって、まさかあのニュースを見てのことではあるまいな。人が助かったっつってんだから喜んでいいだろう。お前喜ばないのかよ。そなたは本気であのような報道を信じているのか。なんだと。今の日本政府がありのままを発表すると思うのか。何が言いたいんだ。そのままの意味だ。今の帝国軍に人道的な救助活動をする余裕などあるわけがなかろう。救助は嘘だってことか。それは疑ってはいないが、そなたは危険を覚悟して故郷に戻った機関車たちがすんなり救助に応じると思うのか。噴火警報も出ていないのに未明に救助作戦が行われている。そなたはどう思うのだ。拉致った。強制退去ってことね。分かっているなら何故笑顔を見せる。ばあさん、そう、最後ね納得するんですよね、あのクソばば、うん、まあ結果が同じだから、まあでもそれは伝わらないけどいいんだ。そう、しょうがない、しょうがないんだ。本当のことは言えないし、あの地域に住んでる人不法ね、帰還民だし。違う、もともとその地に住んでいた者たちだ。そんな話してんじゃなくて、故郷は大事だけど命だって大事だろうって。助けたのは正しい、だが強制退去はあくまで政府や軍の都合を優先した結果に過ぎない。じゃあどうすりゃいいんだ。住民が自分から避難するのを待つのか。リスクを承知で戻ったのだ。避難するかしないかの選択は彼らに委ねるべきであろう。理想と現実は違うんだよ。救助に向かった兵士の命だって危険にさらされるんだぞ。帝国軍人は国民の生命財産を守るためにあるのだ。そのために危険を冒すのは当然だ。それは原則論だろう。今は個人の意思を優先すべき時じゃない。そうや
って誰もが国のためと言いながら力なき者に負担を強いてきたのだ。力ある者が力の使いどころをわきまえておらん。力の使い方は間違ってない。こういう時あれ以下のやり方があんのか。だからそれがそもそも、大体お前は帝国軍じゃない、国連軍の英士なんだぞ。分かっている。俺たちがすべきことは何だ、言ってみろ。住民の望みを叶えることか。それも含まれる。切れた。それが人類の存亡をかけた戦争をやってる奴の言うことか。お前が言ってんのは民間人の言い分を優先した結果、作戦が失敗しようが人類が滅亡しようが構わないってことじゃないのか。ケイさん大丈夫？あ、あやみねさん。床に飯をまき散らして、なんかそんなにびっくりすることがあった今。タケル、これは私が片付ける。そなたはあやみねを追いかけてくれ。は？言い争うつもりはなかった。周囲の者に不快感を与えてしまったらしいな。別に不快感なんて。じゃあまあ頼むわ。うん。いえ、こちらこそ。何が？キャって。知らないよ。キャって言った。ああいう声出すんだな、お前もな。うんうん、そうか、お兄さん嬉しいぞ。かんとかスペシャルみたいなの食らった。封筒、手紙、そう、なんかさ、そうだよね、あの一周目の時にさ、この一瞬だけこれ見てさ、結局出てこなかったよね、この津島萩春なんか知らんけど、なんだろうこれ、あいつは出てこないのか。どっかで見たっけ。あやみね圭様、思い出せないけど、なんか引っかかる。手紙ね。切手がない。読んだったのに。真面目やな。恋人疑惑なの。あやみねはあれでしょ、あのなんだっけ、あのクソ野郎、あのクソ野郎全然出てこえへんやん。入るぞ。部屋に入ります。封筒がいっぱい。見とる津島萩春、絶対これ恋人ではないんでしょ、多分しちゃうんかな。
検閲済み。毎月1日に。なるほど。開けてもいないのに検閲済み。で内容の確認を含めたチェックをして問題なければ検閲済みの発行される。免除されるのは機密書類の類だけで、普通の郵便は検閲絶対免れずにされると。チェックもせず検閲済みの印を押す人間が軍規違反として、それをやる人間が基地内にいる。反オルタネイティブ勢力。もしこれが何かの陰謀や工作だったら見過ごすことはできない。見る、見よう、見、絶対見よう、絶対見よう。なんかホラーみたいな。日に増し寒さが募る季節。そんなどうでもいいけど、うん、はいはい、そんな。まこと言葉というものは無力。いかない彩りも水は気づかず。くしとてみねで髪は溶けぬ。これなんだこれ、これなんだこれ。曰く。ひたすらこれこんな感じで、うん、国を憂い、民を憂いし、うん、かの御方の無念原さんと義憤に燃える魂を見守りたまえ。何なのこれ。これが最後の手紙となろう。君よ、願わくば幸多き未来を歩まんことを。対馬萩春。理系だったことが悔やまれる。そんな古文言うほどの文章ちゃうだろうが。何かある。あ、うろうろして探してんのか。あやみね。ね、悪い、脅かすつもりはなかったんだ。どこ行ってたんだ。ちょっとちょっと紹介行動。ごまかすなよ。手紙を探してんだろ、ほらこれ。見たの。見るわけねえだろ。嘘つくんや。見るわけねえだろ。本当。ありがとう。今度は落とすなよっていうか、いきなり人を投げるな。気をつける。えらい首相じゃないか。なんだ、素直な上に言い回しも微妙でね。さっきは悪かったな。何が。
からかったことが一つと、嫌な気分にさせたことと。別に。でもぶちまけた飯ぐらい片付けてけよ。メイヤがやってくれたんだぞ。後で謝る。まあ、メイヤも、メイヤにも謝られると思う。あいつも口論する気なかったっつってたし。そう。じゃあ訓練遅れんなよ。見たんだ。ん？見たの？まあ見てるよ。見てるよ。見ないわけがないじゃないか、そんなもん。手紙。そりゃ見るだろう、宛名ぐらいだからお前のだってわかったんだ。それだけ？ああ。本当に？なんか手紙にしては変だとは思ったよ。切手がないくせに。ねえ、牽引をしてある。どっち？うん、悪い。封筒から手紙が出ていて拾うときになんとなく見ちまった。なんでそんな微妙な嘘つくんやろな。見るよ。嘘つき。悪かった。嘘が下手な嘘つき。あの人もそう。上手なのは私だけ。いつも私だけ。どういうことだ？知ってた？知らないし、何言ってんのかさっぱりわかんねえよ。そう。何が書いてあった？何ってお前だって見たんだろ。見てないのか？何が書いてあったの？ちらっと見た限り文章が上品すぎて正直全く意味がわからなかった。そう。お前なんか困ってることあるんじゃねえのか？あったら言えよ。お前だけの問題じゃ済まない。知らない方がいい。なんだそれ、どういうことだ？白金を殺したくないから。謎展開、まだ謎展開やで。あ、ちょ。オルタネイティブ4の障害になるようなら、早見ね。俺もお前を排除する。ほんまか？ほんまなのか？